お疲れ様でした。お疲れ様です。予備試験の担当と論文の順位を覚えてたら教えてほしいです。ああ、5、6年前だから覚えてないな。どれぐらいなんだっけな。予備試験の担当は、なんか200点にギリいかなかったぐらいだったのかな。100、なんか200点ギリいかなかったわっていう記憶があるんですよ。ただ何点満点だったかも覚えてない 何点満点だっけ、予備試験って。各科目30点で、一般教養60点とかだ。270点満点とかだっけ？何科目あんだ？担当試験、式、6科目足す一般教養。だったら240点満点。みたいなね。そんな記憶、それですらね、全然覚えてない。論文もないだっけ？全然覚えてないな。2桁ではないですね。3桁だと思うんですけど、確か。記憶では。刑法だけやらかして、刑法を本当にミスったって、もう、試験終わって5分ぐらい経って、あ、待てよ。これ違う。あ、違う論点だって気づいて、まあそれは E だったんですけど、それと、あと、商法が A だったっていうことだけ覚えてますね。商法はバリバリ、なんか、会社法106条の、なんかね、あるんですよ。共有。株式の共有で、そこの、なんか通知することによって民法上の規定に戻るから、みたいな、そういうところの論点、確か、なんかその時の重版に載ってたんですかね、みたいなもので、それをたまたまちゃんと理解してたから、まあ、跳ねたっていう、おお、これ出た、ラッキー、これで A だわっていう、その2つしか覚えてないですね。まあ、そんな感じです。いや、忘れちゃったな、遠い記憶で。